真実はいつも一つ、名探偵コナンチャンネルのまみです。はい、前回はですね、ヒールの弾丸で赤井秀一がメアリーの正体に気づいた伏線、また MI6 はメアリーの幼児化を黙認しているのかについてお話ししました。そして、今回も前回に引き続きヒールの弾丸についてお話ししていこうかなと思っています。ちょっとね、最近ヒールの弾丸の考察が続いているんですけれども、これが一応最後という形になります。はい、で今回このお話しする内容なんですが、今回お話しするのはヒールの弾丸に込められた本当の意味についてお話ししていこうと思います。また今回の動画もヒールの弾丸のネタバレを含む内容が入っておりますので、まだ見ていない方はご注意の方だけお願いいたします。はい、で今回のお話なんですけれども、結論から言うとヒールの弾丸に込められた本当の意味は羽田秀吉氏だったということです。はい、では本題に入っていく前に今日もお酒メガネの汗ちゃいます。はい、はい、では改めまして本日のお題、ヒールの弾丸に込められた本当の意味は羽田秀吉だったについてです。はい、まずなんですけど、もう今回のこの映画も羽田秀吉かっこよすぎひん、みんなめっちゃ思いましたよね。マミももちろん思いました。むちゃくちゃかっこよかったです。もちろんね、赤井さんもかっこよかったし、コナン君とセラちゃんが、まあ、事件解決するのもすごい良かったです。でも今回の映画赤井ファミリー集結といえども、やはり秀吉にフォーカス当たってたなっていう印象がすごい強かったんです。でさらに今回の映画で赤井さんがある発言をしていたんです。その発言からしても、やはりこれから先この羽田秀吉はキーパーソンになるのではないかと思いました。そこで、今回の映画に対して一体どのようにしてそういったように感じたのかっていうのをお話ししていきたいなと思います。はい、まず今回の映画ヒールの弾丸にはいろんな意味が込められていましたよね。なので公開前にもヒールの弾丸に込められた意味について前も考察動画上げました。そこでの考察もあながち間違ってはいなかったんですけど、今回映画を見てヒールの弾丸の本当の意味は羽田秀吉のことやったんやというふうに感じたんです。で、まず以前考察した内容を簡単にお話ししていこうかなと思います。マミが考察した内容はまず1つ目、このヒールの弾丸のヒーローは赤いファミリーを指すということ。これはね、今回の映画のサブタイトルにもあった赤いファミリー集結とあったので、まあ、皆さん納得ですよね。で次に今回のキーとなった弾丸についてです。マミは公開前の考察でこの弾丸がリニアを指すということ、そして事件解決に向けて動くシルバーブレッド、赤井秀一と江戸川コナン、この2つの意味から赤井さんとコナン君がタッグを組んで暴走するリニアを止める、そして事件を解決するのではないかと考察しました。で今回映画を見て改めてこのヒールの弾丸にはいろんな意味が込められてんねんなっていうのを思ったんです。そこで今からはこのヒールの弾丸を見た上で、このヒールの弾丸という言葉に込められている意味を考察していきたいなと思います。まずマミはこのヒールの弾丸には3つの意味があると思っています。1つ目は真空超電導リニア、これはね、まあ、作中でも言われていた、日本の弾丸ジャパニーズブレッドですよね。そして続いて2つ目は銀の弾丸シルバーブレッド、このシルバーブレッドには2つの意味があって、まず1つ目は今回この超真空電導リニアは強力な磁石を使って動いていましたよね。なのでこのことからもライフルの弾丸が磁力に反応しないようにしなければいけなかったんです。さらにこの超軽量素材で作られているリニアを貫通しなければいけなかったんです。なので赤井さんはキャメルに特注で銀の弾丸を作らせたんです。そしてもう一つの銀の弾丸シルバーブレッドの意味は赤井さんとコナン君のことですよね。ただ今回このヒールの弾丸ってコナン君と赤井さんが直接的に事件を解決したっていう印象よりかは、セラちゃんとコナン君がリニアに乗り込んで事件を解決というかリニアを止めたっていう印象でしたよね。でもね、やっぱりマミは今回の映画赤井さんとコナン君がタッグを組んでいたなというふうにすごい実感しているんです。赤井さんが撃った銀の弾丸にコナン君が犯人が当たるように誘導させ、直接的ではないんですが間接的に2人がタッグを組んで犯人を狙い撃ち仕留めたというふうにマミは感じました。ゼロの執行人の時みたいに安室さんとコナン君が直接タッグを組むみたいな感じはなかったんですが、赤井さんは赤井さんのできる最大限のことをし、コナン君はコナン君のできる最大限のことをし、2人が間接的ではあるが、タッグを組んで事件を解決したっていう印象でした。なのでこの銀の弾丸シルバーブレッドという意味にはシルバーブレッドの2人
コナン君と赤井さんが銀の弾丸で犯人を狙い撃ち仕留めたという意味なのかなと思いました。そして最後の3つ目です。3つ目なんですが、今回の映画では周吉がむちゃくちゃ活躍しましたよね。将棋×推理という周吉にしかできない方法で犯人の先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 まで見据えて犯人を無事逮捕することができたんです。むちゃくちゃかっこいい頭脳戦でしたよね。もちろんすごい賢すぎるなんですが、マミが一番印象に残ったのは赤井さんの発言です。ジョディ先生が赤井さんに、なんで犯人がここに来ること分かったのというふうに尋ねます。そして赤井さんはこんなことを言うんです。日本一、いや世界一のブレーンがいるんでねと。マミはね、もうこれがすごい印象的だったんです。ちなみになんですが、このブレーンっていうのは、脳という意味があり、頭脳明晰、賢い人のことも指すんですよね。また今回の映画を見る限り、赤井さんは周吉に対して絶対的信頼を置いているっていうことが分かりました。コナン君に対してももちろん信頼はしているんですが、コナン君の時はどちらかといえば赤井さんとコナン君が2人でタッグを組んで事件を解決するといったイメージなんです。でも今回の赤井さんは周吉に全てを託していたように感じました。なのでこのシルバーブレッドと呼ばれる赤井周一をも認める頭脳の持ち主、羽田周吉が赤井ファミリーの一番の隠し玉なのではないかと思ったんです。なので、今回のこのヒールの弾丸のタイトルに隠された本当の意味は、ヒーローから赤井ファミリー、そして弾丸から隠し玉、羽田周吉のことを指すのではないかと考察しました。また今回のこの映画の舞台は名古屋でしたよね。ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、羽田周吉の由来は豊臣秀吉から来ているんです。そして豊臣秀吉は実は名古屋生まれなんです。もしこのことも絡んでくるとなると、今回この周吉が名古屋を舞台にしていたこと、そして周吉が事件解決を導いたということには、この火色の弾丸、赤いファミリーの隠し玉が誕生したという意味が込められているのではないかとも思いました。ここはね、ちょっと考えすぎかもしれないんですけれども、名前から考察するっていうのも楽しいですよね。はい、なので今回のこの考察からも、やはり羽田周吉は今後の名探偵コナンでのキーパーソンになると思っています。これはね、黒の組織を倒すべく赤井さんや FBI などとタッグを組むのか、もしくは赤井ファミリーに対しての隠し玉だったとしたら、父である赤井勤の生存への鍵を握ることになるのか、これからの周吉の動きが気になってくるところですよね。今回このヒールの弾丸は公開が1年間ずれてしまったので、実際その原作のストーリーでどこでの話かっていうのが疑問に上がっている点も何点かあると思います。ここの点も踏まえながらこれからも考察していきたいなと思っています。はい、少し長くはなってしまったんですが、一旦ヒールの弾丸に対しての考察はここまでとなります。まだヒールの弾丸の考察動画見られてないという方は、ぜひたくさん考察動画上げてますので、概要欄の方からチェックの方をお願いいたします。ちょっとでもいいなと思っていただいたら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、マミでした。